好天に恵まれましたほっともっとフィールド神戸です。パシフィックリーグ公式戦オリックスバファローズ対北海道日本ハムファイターズの3回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、デーゲームナイトゲームで選手の感覚は変わったりするものなのでしょうか。まあ人によっては違うと思うんですけど、僕はデーゲームもナイトゲームもあんまり変わらないですね。バッターは2番に入っている近藤。昨日のゲームでは無安打に終わっています。ヒットでランナーを一塁に置いています。先発ピッチャー中村、そしてキャッチャーは山下。このバッテリーをファイターズ打線が走ってきた。キャッチャー二塁送球する、盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。これでワンヒットで先制ですから、もう少しランナーを警戒しておきたかったですよね。やはり足があるというのは大きなアドバンテージということですね。はい、インサイド落ちました。これはセカンドの右抜ける、バックホームする。バファローズさらにピンチになりました。ノーアウトランナー三塁。ここは三振を取りたいですよね。なるほど。さあどういうリードをしてくるのか。ボールになります。ボール先行です。インコース低めのストライク。キレがありますよね。そうですか。空振り三振。ここは投げ勝ちました。三振を取りたい場面ですよね、ここは。そうですね。引っ張った。ボテボテ。サードが前に来る。アウト。際どいタイミングでしたが、二塁フォースアウト。一塁転送はアウト、ダブルプレー。先制のチャンスがあったファイターズですが、そのチャンスを生かせませんでした。守ります。1回の裏、バファローズの攻撃です。バファローズはご覧のようなオーダーとなっています。一方、守りますファイターズはご覧のような守備陣です。ファイターズマウンドにバッターは大石。昨日はホームラン2本を含む5安打の大活躍でした。しっかり勝利に貢献しましたよね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。さあファイターズはルーキーが登板ということになります。さあそのルーキーをバファローズ打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。打ちました。いい当たりだ。伸びていく。どうだ。入れば先制。入りました。ホームラン。先制ホームランです。バファローズ初回にいきなり飛び出しましたソロホームラン。ストライクを取りに来たところ、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。鮮やかなホームランを見せてくれました。ご覧いただいています。うまく捉えたバッティングです。そうですよね。最高の結果を出してきましたよね。このゲームホームランで幕を開けました。バッターは2番に入っている新井。昨日のゲームはホームランを含む4安打を記録しています。当たってましたよね。バットが触れてましたからね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。バファローズ打った。ライトに強い打球。ライトオーバー。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。これで9試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。3番バッターデイビス。昨日のゲームでホームランを含むマルチ安打を記録しています。いやーホームランが出たのは良かったですよね。はい。さあ今日もランナースタート。キャッチャー送球して、ナイス。セーフ。盗塁成功。見事に盗塁を決めた場面です。いやーさすがという走塁でしたね。さあチャンスになりましたよね。やはり走力というのは大きな。2球目打ちました。さあどうだ。このフライはどうだ。落ちるか。レフトが取りました。ワンアウトです。まあここは繋いでおきたかったんですけどね。まあでもね、次は勝負強いバッターに回ってますから、どう打ち崩してくれるかが楽しみですよね。はい。その期待のかかる小栗、打席に入っています。引っ張った。ファーストゴロ。中田一塁へ。アウト。ツーアウト。これは進塁打になりました。バッターは5番クリ。バファローズこの回1点を入れています。さあ先制に成功して、なおもその点差を広げていこうかというところです。初球打ち。この当たりはどうか。この打球は落ちるか。どうだ。最後はライトフライ。掴んで3アウトです。
ゲームはこれから2回の裏に入ります。バファローズの攻撃、バッターボックスには6番鈴木。昨日のゲームではホームラン2本を含む4安打を記録しています。しっかり打点を上げていい働きしましたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。バファローズ1点リードで迎える2回の攻撃です。赤星さん、まずはリードを広げていきたいですね。打ちました、いい当たりだ、伸びていく、どうだ、入れば、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで9試合連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ2対0になりました。ここ一番の集中力が光ります。その差を2点と開いています。今のバッティングご覧いただきましょう。いやー、ナイスバッティングですね。前半戦から優位に進めていこうとしています。バッターは7番に入っている金村。昨日はホームラン2本を含む4安打を記録しています。いいところで点を取ってくる。打った、スタンド一直線、レフト1本、入った、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。初球でした、しっかり引っ張った当たりはスタンドまで届いています。追加点が入りました。オリックスバファローズ3対0。見事な一発が飛び出しました。見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。いやー、ナイスバッティングですね。早いイニングからゲームを楽にできそうです。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている山下。昨日のゲームはホームランを含む猛打賞を記録しています。しっかり勝利に貢献しましたよね。打った、左中間に強い打球、レフトセンター下がっていく、下がっていく、まんまん中左中間破っていきました。バッターランナーは2塁到達。これで3連打、ノーアウトランナー2塁です。さあバファローズ追加点のチャンスを迎えています。まあ早いうちに点差を広げておくに越したことはありませんからね。なるほど、そうですね。まあ彼は典型的なプルヒッターですけど。打ちました、レフトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、入った、ホームラン、ツーランホームラン、これがチーム4本目のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。鮮やかなホームランを見せてくれました。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、打つべき人が打った見事なホームランでしたよね。リードを広げたこの序盤戦、確実に点を重ねていきます。さあバッターは大石。この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。打ちました、これもいったか、大きな打球になった、レフト入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。ここ一番の集中力が光ります。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。打順は2番、新井。さっきはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。今日はバットが振れてるようですから、どんどん行ってほしいですね。はい、思い切りのいいバッティングを期待しましょう。バファローズホームランで得点を挙げています。3球目見送っています。ボール、この球は外れています。外れていきます。3ボール2ストライクです。打ちました、阿部、アウト、ワンアウト。バッターボックスは3番デイビス。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。さっきは取られはしましたけど、初球打ち、高く上がった、レフトが下がっていく、下がって入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン。初球でした、強引に引っ張った当たりはスタンドに届いていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ7対0。頼りになる男がやってくれました。バッターは今日 DH に入っている小栗。バファローズホームランで得点を挙げています。
ちょっとすっぽ抜けた感じです。ジャストミート、ライト下がっていく、下がっていく、入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。8対0、主砲の一発で1点を追加します。リードをさらに広げていきます。打席には5番バッター九里、バファローズホームランで得点を挙げています。これはセカンド阿部掴んで一塁アウト。ここは当然という交代でしょうか。さあマウンドを任されたのは井口、今シーズン5試合目の登板です。3連投ということになります。初球ボール、まあ今のはよく見ましたよね。はい、インコースわずかに外れてボール、ボール先行です。三塁線ファウルになります。内へ低めの変化球、ツーボールツーストライクです。打ちました、これは浅いフライ、ヒットになりました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。この金村、ここ5試合で打率は7割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。打ちました、痛烈な打球、大きな打球になった、レフト見送った、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました、オリックスバファローズ10対0、見事な一発が飛び出しました。打席には8番バッター山下、前の打席はツーベースでしたからね、今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。そうですね、バファローズホームランで得点を挙げています。打ちました、伸びていく、この打球は落ちそうだ、左中間深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これで3試合連続のマルチヒット、ツーアウトランナー二塁。初球打ち、これはどうだ、ショート取った、一塁送球、これでマルチヒット、ツーアウトランナー三塁一塁。打順は1番に帰ります、バッター大石、先ほどの打席でランナースタート、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功です。まあ大差がついてるんで走ってくるとは思いませんでしたよね。なるほど、打ちました、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン、追加点が入りました、オリックスバファローズ、レフト前へのタイムリーヒット、12対0、バファローズちょっと一方的になっています。バッターボックスには2番新井、今日は盗塁が1つあります。ファーストランナースタート、キャッチャー送球して、ナイス盗塁成功。点差があるんであまり警戒もされてなかったでしょうね。ああやはりそうですか。バッターの新井、今シーズンの得点圏打率は6割2分5厘となっています。いやすごい勝負強さですよね、こういうバッターが。この打ちました、ヒットになった、セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、13対0、バファローズちょっと。ファイターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の、さあマウンドに上がったのは玉井、今シーズン4試合目の登板です。今日もマウンドに上がって3連投になります。走ってきた、キャッチャー二塁送球する、滑り込んでアウト、盗塁失敗。しかしこの回バファローズホームランで追加点を挙げています。バッターは9番に入っている杉谷、2試合当たりが出ていません。デッドボールのランナーが出ています。一塁牽制球、一塁はセーフ、ファウルになります。インコース詰まりました、ここはフライになっています。セカンドが落下点に入ります。掘ってワンアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。
そうですね、選球眼のあるバッターなんでね、不利なカウントにはならないようにしたいですよね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目ですね。見逃し三振、これで2アウト。バッターは2番近藤。さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね、ええ、ここはタイミングをずらすような工夫をしたいですよね。うん、そうですね。2アウトランナー1塁です。ファウルになります。またファウル、ノーボール2ストライクです。見逃して三振になります。3アウトチェンジ、ランナー出ましたがファイターズ得点には至りませんでした。赤星さん、今日は打線が非常に頼もしいですね。ご覧になっていかがですか？そうですね、多少甘く入ったところは確実に捉えてる印象がありますね。本当そうですよね、甘い球を見逃しません。打ちました。これは大きい、伸びていく、外野へ、まだ伸びている、レフトの頭上を越えていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー2塁です。緩い変化球、まずは見送ります。打ちました。打球はセンターへ、この打球はフライになっています。西川タッチアップ、三塁セーフ。打順は5番クリ。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトランナー三塁です。打ちました、痛烈、これはスタンドへ入りそうです。切れました、ファウルボール。よく見極めましたね。はい、外の変化球わずかに外れてボール、ここもファウルです。空振り三振、ランナーは動けません。まずはボールから入りました。打ちました、これはどうか、玉井一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。バファローズサードランナー残塁に終わりました。バッターボックスは4番中田。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、サードゴロ、併殺打に終わりました。ヒットでランナーを一塁に置いています。空振り、ここも牽制セーフ、アウトコース決まってストライク、ノーボールツーストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには5番阿部。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、インサイド打ち上げました。センターへ打球伸びる、センター掴んで2アウト。打席には6番バッター渡辺。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。打ちました、吉田一塁送球します。一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがファイターズ得点はありませんでした。オリックスバファローズ4回裏の攻撃になります。バッターは金村。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、ここは気持ち的に余裕があると思いますけど、緩めずにどんどん行ってほしいですね。はい、ここはもう一発狙ってるんでしょうか。バファローズ攻撃が噛み合い、大量リードで中盤4回の攻撃に入りました。赤星さん、ダメ押し点、そのきっかけを作っていきたいところですね。そうですね、ここで追加点が取れると相手は苦しいでしょうからね。確かに、打ちました、いい当たりだ、高く上がった、頭上入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。三塁回って今ホームイン、14対0。さらに1点を追加します。点差はますます開いていきます。打順は9番吉田。今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですね。さあここも打っていけるか。バファローズホームランで得点を挙げています。三塁線、近藤を抑えて2アウトになりました。打順はトップに帰って大石。
先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、ここも思い切っていってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。ツーアウトランナーありません。高めに外れます。ボール先行です。これが4球目。変化球が高めに抜けます。外れてフォアボール。ツーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。得点に結びつきやすくなるフォアボールのランナー、チャンスメイクです。最初は変化球持ってきました。ストライクです。得意のボールでランナースタート。キャッチャー送球してナイスセーフ。盗塁成功。まあ大差がついてるんで走ってくるとは思いませんでしたよね。なるほど、そうですよね。切りました。ファールボールです。引っ張った、取った、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズソロホームランで追加点を挙げています。5回の裏、オリックスバファローズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。デイビスバッターボックスに入ります。前の打席はツーベースでしたからね。はい、今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。期待しましょう。バファローズ打ちました。浅いフライ、ここは打ち上げています。2球目打っていきましたがレフト掴んでワンアウト。バッターボックスには指名打者の小栗、今日はホームランを放っています。前の打席はいい当たりだったんですけどね。バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね。期待しましょう。玉井、まずは先頭バッターを打ち取っています。ファウルになります。さあ3球目は何か。3球目見送っています。ボール、変化球空振り、ツーアウト。5番バッター栗、今日はまだ当たりがありません。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよね。そうですね。打ちました。これは大きい。伸びていく、右中間深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで9試合連続安打。ツーアウトランナー二塁。さあ初球は何か。打ちました。レフトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。そのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ鮮やかなホームランを見せてくれました。バッターボックス金村、バファローズホームランで得点を挙げています。打ちました。このフライは切れそうだ。これは三塁側のスタンドに入ります。打ちました。これは浅いフライ。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー二塁。レフトオーバー。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット。バファローズ大量リードとなっています。ファイターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の石川。さあマウンドを任されたのは石川。今シーズン6試合目の登板です。昨日に続いての連投となります。打ちました。これはどうか。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。バファローズなおもチャンスです。打順は1番に帰ります。バッター大石、前の打席ではフォアボールを選んでいます。初球打ち取ってスリーアウトです。しかしこの回バファローズツーランホームランで得点を追加しています。
ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。まずは1回の表、ランナー2人を置いてバッテリー狙い通りのダブルプレー、先制のピンチをしのぎます。その裏、この回の先頭バッター大石、いきなりのホームラン。バファローズこの一発で先手を取ります。2回の裏、この回の先頭バッター鈴木、3球目を捉えました。バファローズ1点を追加します。続く攻撃、7番バッター金村、その初球でした。バファローズ1点を追加します。さらに続きます。ノーアウトで2塁にランナーを置いて9番吉田、2球目しっかりと捉えました。バファローズ2点を追加します。6回の裏、バファローズの攻撃、打席には2番バッター新井、今日は盗塁を1つ成功させています。バファローズ攻撃が噛み合い、大量リードで6回の攻撃に入りました。ヒットになりました。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスデイビス、今日はホームランを放っています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。タイミングは取れてるんで期待していいと思います。ファーストランナースタート、キャッチャー2塁送球する、盗塁成功です。点差があるんであまり警戒もされてなかったでしょうね。ああやはりそう。打った、センターに大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、バファローズなおもチャンスです。バッターは DH 小栗。甘いコースでしたが見送っていきます。ノーボールツーストライク。バッターボックスの小栗、今シーズン得点圏での打率は6割6分6厘となっています。いやー打ってますよね。さすが4番、頼もしいバッターですよね。ここも勝負強いバッティングを見せてくれるんじゃないでしょうか。ここはランナー返せません。初球から思い切って振ってきました。クリ落としてきた、しかしバットは止まっています。高めの変化球に手が出た。ワンボールツーストライクです。チャンスの場面、振っていきましたが、初球は大きな変化球、ボールになります。引っ張った、になった。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、二塁を送ります。タッチはアウト、これで3アウト。しかしこの回バファローズ2点を追加しています。打順は6番渡辺、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。フォアボールのランナーが出ています。次が3球目、打った、レフトが追いかけますが頭を越えました。二塁へ、バッターランナーは二塁まで進みました。バッターボックスには指名打者の今井、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ヒットでランナーは三塁二塁に変わっています。ファウルになります。打ちました、取った、一塁へ送ります。ツーアウトになりました。1点返しました日本。打順は8番鶴岡、まずは変化球、あっと取れない、バッテリーエラー。ボールを拾ってツーアウトランナー3塁、インコース、これは外れます。
振ってくれませんでしたよね。はい、高めストレート外れてボール。これで3ボール。ここでフォアボールを与えました。2アウトながら1塁3塁となります。まあフルカウントだったんで、もうちょっと際どければ振ってくれたと思いますけどね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり。バファローズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の増田。ピッチャー、このボールは見送るのが精一杯。ストライクです。低め決まってストライク。すぐに追い込みました。見逃しで三振を奪います。スリーアウトチェンジ。いいバッティングができているというバロメーターはどのあたりでしょうか。やっぱりタイミングが合ってるってことですよね。なるほど、今日はそのタイミングが打った。内野を抜けていきます。これで9試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは8番山下。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いいところで打って初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。これで5打席連続のヒット。ノーアウトランナー2塁1塁。バッターボックスは9番吉田。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。バッターボックスには代打のブライアント。まあここでさらに点差を広げておきたいですよね。ライトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてライト見送った。スリーランホームランが出ました。今シーズン第3号のスリーランホームランになりました。追加点が入りました。オリックスバファローズ見事な一発が飛び出しました。打順はトップに帰って大石。今日は2つの盗塁を決めています。バファローズホームランで得点を挙げています。打ちました、浅いフライ。ストレートに詰まってワンアウトとなっています。2番バッター新井。前の打席はジャストミートでしたよね。はい、今日はタイミング合ってるようなんで、どんどん積極的にいってもいいと思いますね。期待しましょう。ワンアウトになっています。釣り玉でしたね。振ってきません。外れています。打ちました、取りました。これで9試合連続安打。ワンアウトランナー1塁です。ファイターズピッチャーが変わります。さあマウンドに上がったのは堀。今シーズン6試合目の登板です。これで3日連続での登板となりました。走ってきた、キャッチャー送球して盗塁成功。まあ大差がついてるんで走ってくるとは思いませんでしたよね。なるほど、そうですよね。打ちました、レフトに強い打球。レフトバックする、バックする、レフト深いところを破っていきました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加しました。ここでバファローズダイソーを送ります。ドレイパーセカンドランナーに入ります。バッターは DH 小栗。バファローズこの回7人目のバッターになります。まずは変化球から入りました。インサイド落ちました、ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。バファローズ1点追加します。ライト前のタイムリーヒット。バファローズなおもチャンスです。バッターボックスは5番クリ。見送ってまずはストライクです。打った、右中間に強い打球。さあどうだ、右中間真ん中破りました。セカンドランナーホームイン。打ったバッターセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは三塁到達。バファローズ1点追加します。右中間へのタイムリーヒット。バファローズなおもチャンスです。バッターボックスには6番鈴木。
先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、ここも思い切っていってほしいですね。はい、この打席も期待します。引っ張った、サードうまくさばいて一塁へ、アウト、ツーアウト。バッターは7番金村。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。バファローズこの回は打者一巡の猛攻となっています。切れていきます、ファウル、アウトコース外れます。痛烈、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。入れました、ファウルボール。空振り三振、ランナーは動けませんでした。8回の裏バファローズの攻撃、8番バッター山下、今日はここまでホームランを含む5安打の大活躍です。いやすごいですね。まあこういう日もたまにはあっていいですよね。すさまじい集中力を見せています。いっぱいに緩いボールを入れてきます。ストライクです。あっという間に2ストライクです。打ちました、レフト下がっていく、下がっていく、ボールはフェンスまで到達しました。これで4試合連続安打、ワンアウトランナー1塁となりました。打順は1番に返ります、バッター大石。今日はランナースタート、キャッチャー2塁送球する、ナイスセーフ、盗塁成功。点差があるんであまり警戒もされてなかったでしょうね。ああやはりそうですか。3球目は何で来るか、引っ張った、サードが前に来る、サード取った、一塁送球、ツーアウトになりました。2番バッター新井、先ほどの内野安打はしぶとかったですよね。ええ、バッターの足が速いと守ってる野手にもプレッシャーがかかりますから、ミスを誘ったりするんですよね。バッターボックスには代打の阿波口。まあここでさらに点差を広げておきたいですよね。初球から思い切って振ってきました、阿波口。外の低め見極めます。打ちました、このフライは切れそうだ。切りました、ファールボールです。ワンボールツーストライクです。打った、ライトに大きな打球、ライト下がっていく、下がっていく、ボールはそのままフェンスに直撃、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、バファローズちょっと一方的になってきました。バッターは守備交代から起用されている牧。バッターボックスには代打の羽田。初球は何で来るか、まずはボールから入りました、真ん中打ちました、ファウルゾーン切れそうです。切れていきます、ファウル。このカウントは狙うゾーンを少し広げている感じでしょうね。なるほど、そうですか。打ちました、ライト前ヒットになります。ホームに送球する、これで3試合連続安打、ツーアウトランナー三塁一塁。バッターボックスには指名打者の小栗、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できる。オリックスバファローズ打ちに打ちました、大量リード、大量得点で勝ちました。これで9連勝ということになります。赤星さん、打線が見事大爆発しましたね。もういいところばっかり出ましたよね。当然次へつながる試合になったんじゃないですかね。非常に打線が当たった今日のゲームでした。勝ったオリックスバファローズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のファイターズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはオリックスバファローズが快勝ということになりました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。このあたりでほっともっとフィールド神戸から失礼いたします。